永野さんです。今回は今後の運営方針についてお話したいと思います。よろしくお願いします。この、動画の更新が約2週間ぐらい、空いた状況でございます。それまで何をやっていたのかと言いますと、別にネットビジネスを作業を、サボっていたわけではなくてですね、実は逆にですね、ネットビジネスの作業に、没頭しすぎて、こちらの、チャンネルの方の、更新が、ずっと途絶えた状況でございます。最近の私の近況だけでお伝えしますと、ずっと今、インスタグラムの方を、運用してるんですけど、インスタグラムの方が、ようやく、フォロワーが、900人が、見えてきた状況ではございます。ですので、YouTube であればチャンネル登録1000人、総再生時間4000時間があれば収益化という形になるんですけど、インスタグラムの場合は、1000人を超えてどういうような形でまた、影響が及ぼすのかっていうのはちょっとまだ経験したことがなかったんで、まずは、インスタグラムの方も、フォロワーを1000人を目指すような形で今、作業している状況でございます。で、ちょっと2週間ですね、更新が空いて、感じたことがございました。それは何かと言いますと、私が運営しているこの、永野さんのチャンネルなんですけど、もちろん、視聴回数もそんなに多くもなく、で、私としては少しでも、お役に立つような情報を発信したいという形で、広告をかけてはいる状況ではあるんですけど、このアカウントの、運用状況がですね、今まで、私の、普段やってる作業の、時間が空いた時にちょっと更新するっていうような感じのイメージでやってましたので、どうしても、更新頻度がですね、多いと、1週間に2、3回更新する時もあれば、今回のように、2週間ぐらい全く更新しないっていう時も、過去に、現在もそうなんですけどある状況でございます。その中でちょっと感じたところで言うと、そんなに何ですか、更新をしていないにもかかわらずですね、ここ2週間ぐらい実は、チャンネル登録は、なぜか、ポッポコって形でちょっと増えてきてるような状況でございます。ですので、本来ですね、チャンネル登録が増えるってことは、私の発信している内容について、次の発信内容を知りたいという形で登録していただいているというふうに信じている状況ではございますので、逆に言いますと、そういう方々の期待に私自身がちょっと応えきれていない状況があるというところでちょっと反省している状況ではございます。ですので、今回、この動画をもってですね、今後の運営方針について発表したいと思います。今まで、不定期という形のちょっと更新をしてたんですけど、今週からですね、週末、土日に関しましては、最低土曜日か日曜日に1回、多ければ、土曜日日曜日に1回ずつという形の、更新という形で、更新頻度を上げていこうと思います。もちろんただ更新頻度を上げるわけではなくて、動画を見ていただいている方に、少しでも、お役に立てるような状況であるとか、実際私がやっている作業の状況であるとか、そういったことに関しましては赤裸々に、語っていきたいというふうに思っております。本当に、この2週間全く何もしてないにもかかわらずですね、ポコポコっていう形ではあるんですけど、本当にチャンネル登録していただいている方には本当に感謝しておりますし、今まで登録していただいている方にも感謝している状況ではあるんですけど、意外に視聴回数も多くない状況であるんですけど、登録解除という形の方が少なく、そのまま居続けていただいていることにもちょっと感謝している状況ではございますので、今後、今週からっていうところにはなるんですけど、必ず週末には最低1回、多くて2回という形で、更新をしながら、少しでも、このチャンネル見ていただいている方に、プラスになるような、形の、内容を発信していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。